立憲民主党辻元清美が大炎上落選で自民と維新に恨みぶし立憲民主党の辻元さんが現代ビジネスのインタビューに対して衆院選で落選した原因について自民党の右派と維新に挟み撃ちにされ戦いにくさまり辻元を国会から追い出すんだという勢力に打ち勝てませんでしたなどと主張してしまい 現在、批判が殺到しております。また、辻本さんは、民主党政権時代の幻想を捨てきれなかった。女性だからどうこうとか、世襲議員じゃないからどうこうと主張されておられましたけども、この辻本さん、まあ、選挙において、医師に対する暴言もございましたが、衆、ま、院、あ、選で校舎を当選させるかどうかの権限を持っているのは、 有権者であり、自民党や維新ではございません。今回の衆議院選では、有権者の判断で、辻本さんは落選いたしました。また、選挙制度全般については、法令で定められたルールに従って選挙は行われており、すべての候補者は基本的に同じ条件で戦っており、まあ、政党に属しているか、 無所属かという違いが生じる場合はございますが、辻元さんは政党の候補者であり、選挙に必要な運動員の確保や資金の確保に関しては、候補者の能力次第な部分もございますので、今回の落選に関しては、辻元さんの力不足であったと判断せざるを得ないんじゃないでしょうか。今後、辻元さんが 次の参院選などにすばされるのかどうかはわかりませんが、まあ、こういった選挙における範囲の分析を、負、ま、けてしまった分析を間違ってしまいますと、勝てる選挙も勝てなくなるんじゃないかと思われますので、辻本さんだけではなくて、まあ、今回の衆院選で落選された全ての候補者の皆様には、ご自身がなぜ有権者の皆様の支持を 集めることができず、落選してしまったのか、ぜひとも選挙戦などを振り返っていただくようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。